私が一貫して追い求めてきたものは、国民の皆さんの安心、そして希望です。国民の命と健康を守り抜く、まずは安心を取り戻すため、世界で猛威を振るい、我が国でも深刻な状況にある新型コロナウイルス感染症を一日も早く収束させます。今一度国民の皆様のご協力をいただきながら、私自身もこの戦いの最前線に立ち、都道府県知事をはじめ自衛隊関係者とも連携しながら難局を乗り越えていく決意であります。感染対策を万全なものとし、世界中に希望と勇気を届けてくる大会を実現するとの決意のもと準備を進めてまいります。